ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もふなぴー船パトに行ってまいりました。はい、今回は高橋メアリー淳さん、そうですね、女優さんでもありモデルさんでもあるその高橋メアリー淳さんがモデルをしたサステナブルブランドナチュラルハーモニーのアイテムをお得にゲットしちゃいました。はい、こちらですね、キーネックパーカーでございます。商品情報はこちらでね。はい、こちらね、フナピーは LL サイズを購入しました。カラーはカーキですね。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み1639円のところ770円にお値下げされておりました。コットン USA のライセンスマークのタグ付きでございます。人と環境に配慮した USA コットン紙で使用してるってことなんですね。はい、そしてこちらのパーカー、深めに開いたキーネックがポイントのパーカーでございます。パーカーのドローストリングに同色のアグレットとなっております。シルバーとか金とかだったらね、高見えするんですけどね、まあこれはこれでよろしいかと思います。肩の下がったドロップショルダーに長袖の袖口はリブとなっております。前後差ある丈に裾もリブとなっておりますね。裏は裏パイルでタオル地のような肌触りでございます。汗をかいても発散されやすいのでロングシーズン着用できます。今回めちゃくちゃね、お値引きされた商品がもう一つあったんでございますね。はい、そのアイテムはフラッシュブルーのシューズでございます。はい、こちらですね、商品情報はこちらでね。そしてお値下げされた気になる金額はっていうと、ちょっと驚かないでくださいね。はい、こちら税込2970円のところ、なんと330円にお値引きされておりました。まあ素材からしてね、夏には履けないですよね。秋から冬にかけて履きたいと思います。こんな感じでね、流行に左右されないのもよろしいんじゃないですか。履き口はやや狭い2つの紐で留めるレースアップタイプのシューズでございます。フェイクスエードのこのつま先はスクエアで、甲の部分が切り替えされたチロリアンシューズでございますね。中敷きはふかふかでございます。5センチの厚底でスタイルアップ効果も期待できます。片足重さ 393g と若干ね、重うございます。まあフナピにはね、足腰をね丈夫にするためにはこのぐらいの重さでもいいんじゃないですか。はい、ではこちらキーネックパーカーでコーディネートしてみたいと思います。ボトムスはシーズンリーズンのジョガーパンツに、履いてる靴は今回購入したチロリアンシューズに、持ってるバッグは島村の三連バッグでモノマネコーデをしてみました。はい、今回購入した
キーネックパーカーでございますね。深く開いたキーネックでデコルテも綺麗に見えるし、お顔周りもすっきり見えます。ただ結構ね、深い V ネックなので胸元が気になるので、フナピー的にはちょっとね、インナーを着用したいかなって言ったところでございますね。肩の下がったドロップショルダーで動きやすく、ゆったりとした長袖の袖口はリブなので、さっと腕まくりもできちゃいます。こんな感じでね、腕まくりして抜け感出すのもよろしいんじゃないですか。生地はストレッチ性のある薄いスウェット地なので、インナー次第でロングシーズン着用できます。164センチのフナピーで、こちら LL サイズで、身幅は程よいゆとりもあり、着心地よく着用できました。とってもね、軽い着心地でございます。丈は前後差はありますが、ちょい微妙でございますね。ぽっこりお腹は隠れるけど、ヒップはね、ちょっと隠しきれませんね。腰紐のフナピーとしては、サイドにスリットがあったらいいかなって思いました。そして残念な点がね、一つだけございます。こちらのキーネックの前立てが広がってしまうと、若干ね、ちょっと見ていて分かりますか、雑な縫製が見えてしまいます。はい、こんな感じになっちゃうんですね、普段してると。それがちょっと気になります。まあこれでね、なんかこうちょっと味があるって言ってしまえばそうなのかなって言った感じでございますね。シューズでございますね。周りがフェイクスエードなので、柔らかいからとってもね、足に負担がなくてよかったです。持ってみて重たかったんですけれども、履いてみたらね、そんなに重さは感じ取れませんでした。何より5センチの厚底でスタイルアップが期待できます。ソールがふかふかなので、足の裏も気持ちようございます。ふっかふっかです。では次行ってみましょう。ボトムスはワールドのワイドパンツにベージュのパンプスと、持ってるバッグは星玲奈さんの 2way バッグでコーデしてみました。ホワイトはどんなカラーにも似合ってくれるナンバーワンのカラーに、ワイドパンツでトレンド感あるコーデにしてみました。はい、次行ってみましょう。ボトムスは青みがかったワッシャーティアードスカートで、前だけフランジングしてナチュラルな雰囲気のアースカラーコーデにしてみました。持ってるバッグはコーデのカラーと合わせて、ムーさんのベルトバッグで合わせてみました。はい、次行ってみましょう。はい、やっぱりね、ちょっと深く開いたキーネックが気になるので、インナーに島村で購入した、そう、あの330円のスクエアネックのタンクトップを着用しております。デニムのスリット入りロングスカートと合わせれば女性らしいカジュアルコーデになります。ソックスは太陽さんの赤いロゴ入りソックスと、こちらムムさんの赤い巾着ショルダーバッグをアクセントにしてみました。
とはいえこれから暑くなる季節にはちょっと暑すぎるかな。秋に着用したいアイテムでございますね。また秋になったら活躍できるようにとっておきたいと思います。はい、これでフダピーの仕事と&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。なんか寝癖がついてる気がする。大丈夫ですかね。こうやって持ったらなんかネズミ男みたいだもんね。ではこちらキーネックパーカー。あ、そうだ、もう一つございました。こちら2970円。あららら、忘れちゃったもん。履き口はやや狭い二つ紐の、あらら、なんだろうね、なんだろうね、詰まっちゃったね。キーネックパーカーで、あって、ポッ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 。靴忘れた。バッグはその色に合わせて、ベルトバッグにしてみました。にゃにゃにゃ、もう一回やっていいかな。日本は難しいですね、ほんと。赤い巾着、巾着ショルダーバッグなんですよ。巾着ショルダーバッグで、バッグ王なのよ。お、ね、わかってる？靴下はちょっと。ああ、我々は。ショルダーバッグで、おなのよね、お。何回言ってんの？ちょいと。5回。巾着ショルダーバッグをアクセントにしてみました。やっと言えた。はい。で、何でしたっけ？はい、これで、フナピーの、なんで先に手が出ちゃったの？ちょっと。